こんにちは、イヤホンヘッドホン専門店イヤホンの PR スタッフの川ちゃんと、同じく PR スタッフのまるちゃんです。今回ご紹介する商品は、私の大好きなメーカーの一つでもあるウエストンオーディオの人気シリーズが生まれ変わって帰ってきたということで、ご紹介させていただきます。それがこれね、この4つ並んでる、はい、こちらです。はい、ウエストンオーディオプロ X シリーズでございます。じゃあまずお値段からいきましょうか。はい、はい、まずこちらのこの4機種の中で一番エントリーとされるプロ X10、 こちらがイヤホンウェブ本店価格で 23,100円、うん、プロ X20、 こちらがイヤホンウェブ本店価格で 39,600円、プロ X30 がイヤホンウェブ本店価格で 52,800円、プロ X50、 こちらがイヤホンウェブ本店価格で 84,700円でございます。うん、これやっぱあれ、名前的にさ、はい、UM プロシリーズの後継機なんですかね。そうなんですよ。あれね、めちゃめちゃ前に発売されましたよね、 UM プロシリーズって。そうですね、いつやったっけっていうレベルの製品の後継機がついに登場したということで、はいはい、今回ご紹介するのすごい楽しみにしております。はいはい、でウエストンオーディオといえば、アメリカに拠点を置く1959年に設立されたメーカーで、もともとは補聴器とか聴覚医療機器、あとはミュージシャン用のイヤモニとかイヤーモールドとかを製作している老舗のブランドで、その品質と性能の良さから、プロのミュージシャンとかアーティストとかが、イヤモニとして使ったりとかすることも多いメーカーでございます。それこそね、カスタムオーディオ黎明期から存在するメーカーで、有名なメーカーのカスタム IEM の製造を手掛けたりとかしているっていう背景がございます。去年にちょっと大きな変化がございまして、ルーシッドオーディオというブランドの傘下になって話題になりました。それに伴いね、ロゴもねこんな感じで変わっちゃってるんです ね。前はなんかウエストンみたいな感じだったのに、今なんかちょっとおしゃれな感じになりました。はい、なのでかなり大きく変化しました。はい、新しいロゴは最高のサウンドと快適なフィット感を目指すブランドの信念を表したデザインになっているそうです。そんな、ウエストンオーディオの新しい製品プロ X シリーズは、先ほど申し上げた通り、UM プロシリーズの、後継機モデルでございます。でその UM プロシリーズは、プロのアーティストがそのステージ上で使ったりとか、スタジオなどで、録音環境内でのその使用を想定して作られたモデルになります。で、私も愛用しているカスタム IM の、ES シリーズと同じテクノロジーを使用していて、そのカスタムイヤホンのサウンドを手軽に体験できるイヤホンとしても、はい、人気のモデルでございました。で、イヤホンスタッフもね、かなり愛用してる人が多いっていうことで、もうすごい人気ですし、私もすごい UM シリーズ好きなので、今回はかなり驚きました。はい、ウエストオーディオといえば、この1990年に世界で初めてそのバランスドアマチュアドライバーをそのカスタムフィットイヤーピースに採用してから約30年、長年にわたるですね、研究開発の結果ですね、今回のこのプロ X シリーズには、その高い技術によって作られたそのバランスドアマチュアドライバーを搭載していて、より良いその周波数レスポンスを実現して、驚異的なディティールと透き通るような歪みのないサウンドになっているということで、人間工学に基づいたデザインを採用した筐体というのは、その前のシリーズよりもさらにこの軽量で装着感がこの良くなっているということで、そうなんですね。前の UM プロシリーズでさえかなり装着感は良くて、で本当に耳の形状を知り尽くしたメーカーではあると思うんですけど、それがさらに良くなってるっていうのは注目すべきポイントだと思います。でこの、X10、20、30、50っていう名前もですね、前の UM シリーズと同様に搭載されているドライバーの数に合わせた数字の名前になっています。全て BA 型になっておりまして、バランスアマチュア、はい、名前数字の通り、プロ X10 は1機、プロ X20 は2機、プロ X30 は3機、プロ X50 は5機入っているということで、書いてるね。はい、これね、なんか世代が変わったじゃないですか。はい、これドライバー自体もやっぱ変更はされてるんですかね。そう、そこがすごい気になるポイントなんですけど、なんとそちらですね、メーカーちょっと非公表だそうで。なるほど、そうなんです、もう秘密ということで、だからドライバー変わっているのか、例えばチューニングだけ変わっているのかっていうのは、ちょっと明確にその公表されていないということなんで、憶測にはなるんですけども、あれあれですよ、まるちゃんが今から聞いて当ててくれると思うんで、はい、それはもう期待できますね。はい、そうですね、はい、前のシリーズと比べてその音質の変化をね、詳しく伝えていければと思います。はい、そうですね。じゃあこれ旧世代の前の UM プロ30とこっちがあれかプロ X30 か、はい、はい、これ一目見て分かると思うんですけど、ケーブルがね
そもそも違うんですよね。はい、なるほど。これ変わってるっすよね。もちろん。もちろんですね。はい、はい、エストロンのハイエンドケーブルがついていまして、なるほど、はい、まあ、なんと単品で3万円近くしていたケーブルなんですけれども、なんかやっぱり、まあ、エストロンのケーブルだけあって極細なんですよね。うん、極細ですごくしなやかで。でタッチノイズがねめちゃめちゃ少ないんですよね、エストロンのケーブルって、うん、なんでもう本当にステルスケーブルって呼ばれたぐらいのケーブルなんで、ケーブルをしてる感覚が少ない感じになってます。で音質に関してもエストロンってかなりね癖が少ないケーブルなんで、うん、まあ、こういうイヤモニとかにはもうかなりぴったりのケーブルなんじゃないかなと思います。あとなんかエストロのメーカーさん言ってたんですけど、これめちゃめちゃ細いんですけど、なんか思いっきり引っ張ってもちぎれないぐらい丈夫らしくて、ね、はい、はい、なんで耐久力もねめちゃめちゃ細いんですけど、ちゃんとしたしっかりとした耐久力あるんで、まあ、安心して使っていただけると思います。で筐体もやっぱよく見たら違ってます、うんうん、若干プロ X シリーズの方がこうなんかちょっと薄いというか、イヤホンの筐体の形状もほんの少しだけやっぱり改良されてるみたいな、うんうん、はい、印象ですね、はい、あと端子も違うんですよね、これね。そうなんです。 UM Pro が MMCX 端子なんですけど、プロ X シリーズは最新 の T2 コネクタですね対応してて、 T2 コネクタってMMCX よりピンが太くてね丈夫なんですよね。であとは脱着する時もあんま力がいらないんで簡単に脱着ができるコネクタになってますんで、これも嬉しいポイントなのではないでしょうか。でウエストンが付属品がねすごく豊富なのもポイントなんですよね、うん、はい、付属品がケースが変わってる、ケースの色味が変わってますね、うん、これが昔のケースで、こっちが新しいケースです。はい、だからちょっとロゴも新しくなっちゃって、うん、はい、このケースがねすごく使いやすいですよね。そうですね、防水ケースになってるんで、まあちょっとぐらい濡れても大丈夫みたいな感じのケースになってます。すごく使いやすいケースですね、はい、はい、これ単体販売してほしいです、うん、レベルのケース付属します。で次がこのクロスバッグも付属するね、はい、うん、ここがちょっとクリーニングクロスになってて、日本をふきふきと掃除ができるような、バッグが付属します、はい、で次がイヤーピースがいっぱいいっぱい、はい、こちらが、シリコンイヤーピースが5サイズとフォームイヤーピースが5サイズですね、うん、はい、付属します。あと中にはクリーニングツールも入ってますね、はい、はい、なんでもうこのいっぱいイヤーピースが付いてて、ね、その耳の形状に合わせてこう、ね、サイズを追い込みやすいのがポイントです。ただこう、はい、こういうゴム製のケーブルクリップがついてて、はい、まあ、エストロンちょっと絡まりやすいんですけど、まあ、こんな感じでクリップで留めとければ、ね、うん、いいですよね、はい、はい、便利便利。こんな感じで付属品がたくさん付属するのもウエストンらしいですね。じゃあ早速聞いていきましょうか。はい、じゃあまず最初Pro X10を聞いてみた感想からお願いします。どうでした？まず装着感なんですけれども、うん、前の EM Pro 10とは変わっていて、うん、今までつけたそのモニターイヤホンの中で一番軽いんじゃないかなって思うぐらい、うん、めちゃくちゃ軽いです、うん、はい、しかもケーブルも極細なので、うん、なんかさらにこうイヤホンをつけてないような感覚っていう、あ、確かに、はい、これ他にない。大きいよねやっぱり。めちゃくちゃ大きいですね。耳にぴったり装着しやすいです、うん、はい、じゃあなんかもうステージ上で激しく、ね、うん、こう歌ってる時に動き回っても外れたりする心配もないし、はい、で長時間つけても快適やしみたいな、そうですね、はい、感じになってるんでしょうね。でもう音質なんですけれども、やっぱ BA 型1機のそのフルレンジっていうこともあって、うん、はっきりとしたこう明瞭感で、うん、音はとても聞き取りやすいですね、うん、でなんかボーカルとかやっぱギターの音がすごい綺麗に聞こえて、うん、で低音は抑え気味なんですけども、うん、こう埋もれてるっていうかこうこもってる感じっていうのは全くないのがちょっとすごいなと思いました、うんうん、なるほど。やっぱフルレンジの BA ってちょっとかまぼこ型の傾向の音質が多いと思うんですけど、うん、まあ、そういう特徴が出ててるっていうのもあるんでしょうね、やっぱり、はい、うん、僕らとはギターの音ってやっぱ中級なんで、そうですね、まあ、そういうのはすごい聞きやすくなってるんでしょうね、はい、はい、じゃあ昔の UM Pro 10と比べるとどんな感じですか、音質は。はい、はい、前ポン数全然違うかったんですけど、あ、変わってるんですね、やっぱり、はい、UM Pro 10に比べたら、うん、その Pro X10 の方がすごい音抜けが良くなった印象を思いました、うんうん、はい、で、まあ、元々その UM Pro 10とかもすごい中高域サウンド、うん、そのさっき言ったかまぼこなイメージだったんですけれども、うん、低音が出てるように聞こえました、UM Pro10の方が、うん、プロ X10 の方がそのキャッチコピーであるそのダイナミックで明瞭な空間表現という言葉がこう納得できるような音の空気感を感じられて、はい、明るいサウンドが楽しめました。プロ10の方はじゃあ中高域寄りになったってこと？そうですね、なんか綺麗というか見通しの良さっていうのはもう全然プロ X10 の方がありました。UM Pro 10はちょっとマイルドめな感じだったんですけど、うん、こっちのやっぱ明瞭みたいな、そうですね、なるほど、より抜けが良くなって、はい、
中古力が明瞭になったと。そうですね。変わってますか、やっぱ。変わってますか。変わってますか、はい、なるほど。ドライバー変わってんかな、じゃあ、まあ、ちょっといろいろ憶測が出るとこですけども、うん、まあ、そんな感じに変わっているということで、はい、じゃあ次これ20ね、2ドライバーの機種なんですけども、はい、これどうですか、はい、ちょっと大きくなってるね。そうですね、うん、装着感もやっぱ少しだけサイズが大きくなったんですけども、うん、ただやっぱほとんど軽さとか装着感はもうプロ X10 と変わらない。ほぼほぼ一緒で。ほぼほぼ一緒ですね、はい、音質はどうですか。広域1機と低域1機っていう、うん、なったので、うん、プロ X10 よりも低域が出ていて、うん、まあ、広域もよりこう明瞭なので中高域がちゃんと持ち上げられて、ボーカルも、ね、はい、ボーカルがさらにくっきりと聞こえました、うん、で、まあ、最初はそのフラットでこう味気なく聞こえるような印象はあったんですけど、ただやっぱ聞き込んでいくと、その広さ、うん、元の広さとやっぱりその空間表現力がすごい綺麗に聞こえて、うん、長時間聞いてこう痛くなるような、すごい音のバランスもいい、うん、綺麗な音質です、ね、はい、なるほどね、はい、前のじゃあ UM Pro 20と比べるとどんな感じですか。はい、UM Pro 20の方がね、低音が強いなっていう印象がありまして、モリッとした低音があって、うん、その比べると、うん、低音がちょっと強い、押し出されてるので、その中音域が引っ込み気味に聞こえるんですけれども、うん、Pro X20 はそのより中音域がくっきりしていて、その音の定位も分かりやすいですね。ボーカルとその高音の鳴り方がもう全然違いました、ね、共通しているのがやっぱり中高域がすごい綺麗。なるほど、うん、じゃあもう全体的にあれなのかな、はい、中高域よりに音はシフトしてるんかな。やっぱそうですね、明瞭な見通しのいいその空気感を感じられるサウンドっていうのが、なるほど、ちょっとじゃあコンセプトに合わせて、うん、そういったバランスにチューニングしてるのかもしれないですね、はい、はい、じゃあ次大人気機種の、はい、UM Pro 30の後継機 Pro X30 聞いてみようと思います。どうですか音質は。はい、一番私も気になったモデルなんですけど、はい、やっぱまず思ったのはその X10 とか X20 に比べると、うん、低音がやっぱめちゃくちゃ出てるなと思いました。低域って専用、低域1ドライバーやったっけ。そうですね、あ、はい、中高低やったっけ。はい、そうです。それぞれじゃあドライバーがあるからやっぱりしっかりとした低域が楽しめるんでしょうね。そうですね、うん、でやっぱりその中域とかそれぞれにそのドライバーが加わったことによって、うん、低域も持ち上がるようになって、うん、よりその埋もれずくっきりな、うん、その聞こえ方になったのかなと思います。ベースがくっきりとしてるんですね。はい、じゃあベーシストのヤモニとか、うん、ドラマーのヤモニとかにもぴったりですね。そうですね、うん、で、まあ、その低音が強くなったって言ってもそういうなんかガチガチにある重低音っていう感じではなくて、うん、声音の量感が増えたような、うん、原音に忠実にしっかりと音を聞かせてくれているような感じがあって、うん、まあ、やっぱさっき今言ったようにベースラインとかがとっても聞こえやすくなりました、うん、X10 と X20 はすごいフラットで明瞭感、空気感が感じられる音質だったんですけども、 X30 では低域も前に出てきてさらにバランスがよく聞こえるようになりました。じゃあ、 あの大人気の UM Pro 30と比べ食べてみてどうですか。はい、低音の響きが違いました、うん、Pro X30 はその UM Pro 30よりも中高域の解像度がとても高くて音場が広いなと思いました、うん、なんか高域がシャリシャリした感じはなくて各音域ですね、音が埋もれずすごくくっきり綺麗に聞こえますね、はい、じゃあより前のやつよりくっきりしたってことかな。そうですね、なんかそのUM Pro シリーズ自体その低音が強いとか全く思ってなかったんですけど、うん、Pro X シリーズと比べると低音の表現力っていうのが Pro X シリーズもしっかりくっきり綺麗に聞こえるようになった。カチッと聞こえるようになった。カチッと、そうですね、はい、なのでより明瞭なサウンドっていうところがありますね、うん、カチッとした低域が好きな人にはおすすめということ、はい、じゃあ次最後ファイブドライバー搭載の Pro 50ですね、はい、一番いい、高価格帯の機種なんですけども、はい、これはどうですか聞いてみて、はい、まあ、まず一言めっちゃ音いいっていうのがまずこう聞いた瞬間に分かる音質ではありますね、うん、はい、あの他のシリーズと比べると、はいはい、Pro X10、20、30からもガラッと変わった印象で、うん、他の3機種はやっぱフラット目っていうのがやっぱり大前提だったので、うん、そのモニターイヤホンっていう感じがやっぱあったんですけども、その Pro X50 はなんかリスニングイヤホンとしてもなんか使っていける音質だなと思いました。それはなんでですか。はい、やっぱ BA その5機が入ってるだけあってやっぱ音の厚みも違って、うん、どっかが突出してるわけではなくてしっかりボーカルもグッと出てる、高域もあの、まあ、立体的すごい綺麗な音で、低音もそれをこう埋もれずというか、うん、こうしっかり引き立たせてくれるような感じのバランス、うん、ダンスだったので、どんな楽曲を聴いてもこう満足できる音質に感じました、うん、でも、まあ、あくまででもモニターイヤホンって思わせてくれるような音の定位感、どこで音が鳴ってるかっていうのもやっぱより分かりやすかったですし、モニターライクな方もまあどちらでもその満足好まれる音質だなと思います、うん、他の3機種比べてやっぱ厚みがあるってこと、あっさりめやっぱり。そうですね、やっぱり。でこれは
厚みがある。やっぱりしっかりと音の厚み、ね、グッとくる感じがあるので、リスニングとしても使えそうな感じですね。うん、一瞬でわかるというか、うん、はい、綺麗というか。なるほどなるほど。はい、前の UM プロ50と比べてどうですか？前の50も、うん、なんか定期強かったよね。やっぱ強かったですよね。うん、強かった。だいぶ厚みもあったので、うん、好きっていう方も多かったと思うんですけども、うん、プロ X50 は音源にやっぱ忠実に低音を広げてくれるっていうような感じで、うん、全く違うのはその空間表現力というか、その音場の広さっていうのが明確に違うなという印象ですね。うん、なるほど、はい。じゃあどうですか、聞きイヤホンして、これはドライバーは変わってそうですか？でもやっぱそのあくまでそのウエストンサウンドっていうのはそのままで、さらにまあ今回のコンセプトであるこう明瞭なサウンドと空間表現っていうのがもう加わったっていう感じなんで、私的にはドライバーはおそらく同じで、まあそのケーブルとか変わったことによって音質が変化してるのかなと思いました。まあもしくはチューニング変えてる。なるほどね。はい、まあ、音はしっかりと変わってるということ。そうですね、やっぱ全体的にその前のモデルよりもやっぱ中高域部分がより、うん、変化というか強調されてる印象がありました。今の楽曲をニーズに合わせてきたんですかね。そうですね、うん、そんな感じがします。はい、以上ウエストンプロ X シリーズのご紹介でございました。まあ、UM プロシリーズよりも、まあ、さらにそのプロ向けのモニターイヤホンに進化しているなと思いました。うん、まあ、またそのどんな音でもその届けたいっていうそのアーティストの思いもまあ受け取れるような、そんな役目も果たしてくれるまあイヤホンな気もします。うん、明瞭なダイナミックサウンド、その空間表現を楽しみたい方にはぜひおすすめのイヤホンです。全店舗で試聴機もございますので、ぜひ一度この全てのシリーズですね、聞いてみてご体感いただければと思います。それではイヤホンヘッドホン専門店イヤホンのまるちゃんとかわちゃんがお送りいたしました。ただいまチャンネル登録者数10万人を目指しておりますので、何卒ご登録高評価をよろしくお願いいたします。それでは皆様さようなら。